巨大噴火の火山灰が瞬く間に広範囲に到達するという事実が初めて明らかになったのは、1980年5月、アメリカ北西部のセントヘレンズ火山の噴火でした。この巨大噴火は、当日の天気が良かったこともあって、地上や人工衛星から噴煙の動きがつぶさに観測されました。瞬間を捉えた映像です。山の北側斜面が突然崩壊し、巨大な噴煙が立ち上りました。様々な方向から連続的に撮られていた写真や衛星画像などのデータをもとに噴煙の動きを再現しました。右上の数字は時刻を示しています。噴火は午前8時32分に始まり、噴煙はまず上空に向かって垂直に駆け上りました。わずか10分足らずで高さ18キロの成層圏に達した後、水平方向に急速に広がりました。この時噴煙の速さは時速250キロ、新幹線並みのスピードでした。成層圏に達した噴煙は上空の強い偏西風で東に流され、噴火から10時間後の午後6時過ぎには1000キロの彼方に達しました。平均時速100キロで拡散したことになります。そして火山灰が広がった高さは1万から1万5千メートル。ジェット機が通常飛行する巡航高度と同じ高さでした。巨大な噴煙と大規模な火砕流、ピナツボ火山の噴火のエネルギーはセントヘレンズ火山の噴火を大きく上回るものでした。ピナツボ火山が吹き上げた噴煙のスピードは、火山の麓にあったアメリカ軍の基地で詳細に観測されていました。観測データによれば、噴煙はわずか30秒で3万フィートから8万フィートにまで上昇しました。このスピードは時速に直すとおよそ1800キロ、音速をはるかに超えるものです。アメリカ軍の観測によれば、ピナツボ火山の噴煙はセントヘレンズ火山の6倍から7倍のスピードで垂直に成層圏まで達した後、水平方向に広がりました。急激に上昇した噴煙の規模を示す特異な現象も観測されていました。噴火のたびに周辺の空気が吸い上げられ、その結果、気圧が急激に下がったとみられる現象です。その現象をアメリカ軍が観測していた気圧計が捉えていました。グラフは巨大噴火の始まりを境に激しく上下しています。気圧を大きく変化させるほどの凄まじさで、ピナツボの噴煙は上空へと突き上げていったことを物語っています。噴煙はちょうどこの時、フィリピンに上陸していた台風の雲を一気に突き抜けていました。雲の中で黒い円盤のように見えるのが、ピナツボ火山の噴煙です。しかし、西側に流れた噴煙の広がりは、このひまわりの画像では十分に見ることができません。そこで、アメリカの気象衛星 NOAA が撮影したピナツボ火山の噴火当時の画像データを、東海大学で解析してもらいました。気象衛星 NOAA の赤外線センサーなどが捉えたデータの中から、火山灰特有の傾向を読み取って、それを強調する作業を行ってもらいました。画像の中から雲の成分を取り除く処理を繰り返した結果、拡散する火山灰を捉えた画像が現れました。
右側の黄色い部分が台風の雲を突き抜けたピナツボ火山の噴煙です。そこから西に向かって広がる赤い部分が火山灰です。火山灰の先端は南シナ海を越えてインドシナ半島まで達していたことが分かりました。この画像の上にジェット機がトラブルを起こした地点を重ね合わせます。ピナツボ火山から1000キロ以上離れた場所で起きたジェット機のトラブルは、間違いなく拡散した火山灰によるものであることが確かめられました。こうした火山灰による被害を何とか防ごうという取り組みが今世界各地で始まっています。絶え間なく噴煙を上げている桜島からわずか25キロにある鹿児島空港です。桜島周辺では鹿児島空港を発着するジェット機を中心にこれまで10機以上が噴火による被害を受けています。そこで日本航空では去年、京都大学の協力を得て、爆発的な噴火を瞬時に捉えようというシステムを導入しました。空振、つまり火山が噴火する際に発生する空気の振動から、いち早く噴火を捉えようというのがこのシステムの狙いです。大きな噴火がキャッチされますと、直ちに周辺を飛行中のジェット機に連絡されます。桜島の爆発はこれまでほぼ 100% キャッチされ、システムは今のところ有効に機能しています。1989年、リダウト火山の噴火で KLM 機がミクロの火山灰に遭遇したアラスカでは、今年6月末にも別の火山が39年ぶりに噴火するなど、活発な活動を続ける火山が集中しています。このため、アラスカではアメリカ地質調査所やアラスカ大学などの関係機関が協力して、火山の合同観測体制をとっています。ここでは89年の KLM 機のエンジン停止事件を教訓に、火山が噴火した際に火山灰が拡散する方向を予測するシステムを開発しました。風向風速の気象データをもとに、5000フィートから5万3000フィートまで高度を7段階に分けて火山灰が広がる方向を予測しています。予測される拡散方向が高度別に色分けされ、高度によって火山灰の動きが異なることが一目でわかるように工夫されています。この予測は計算を始めてから10分から15分でできるということで、予測図は管制機関や航空会社に直接ファックスで送られています。しかし、このシステムでは、火山灰の広がる幅や層の厚さまではつかめず、今後、より正確で有効な情報にしていくことが課題となっています。オーストラリアとアジアを結ぶ航空路は、火山の集中するインドネシアの上空を横切る形になっているからです。これらの路線を結ぶジェット機の下には多くの火山が連なっていますが、雲の多い時や夜間はその位置を確認することはできません。このため、カンタス航空ではインドネシア上空を飛行する際に火山の位置と航空路を記した独自の地図を利用しています。現在飛んでいる場所と火山の位置を絶えず正確につかむためです。またコクピットにはインドネシアからの情報だけではなく、世界各地の火山の活動情報を受信するシステムを取り入れています。
That's the mountain that causes more concern to Qantas aeroplanes coming up from Sydney, as it's quite often giving out small eruptions of cloud. The air routes are such that they bypass so that you're not really in the position of flying directly over one. So, although having said that, you're very much aware that it doesn't take all that much imagination for a volcano to erupt and the cloud to drift and suddenly be in your way.オーストラリアの気象庁では、日本の気象衛星ひまわりの画像を使って、インドネシア周辺の火山の噴煙を捉えようとしています。しかし、インドネシア周辺の赤道付近は、熱帯地域のため雲が多く発生し、噴煙が上がっても雲に紛れてほとんど識別できません。火山灰の雲と普通の雲から出る赤外線の波長と強さが微妙に違うのを利用して火山灰を識別するシステムです。画像の赤い部分が火山灰です。比較的高度の低いところでは拡散した火山灰でも何とか検出できることが分かりましたが、高く上がって拡散した火山灰についてはまだ識別が難しく、研究が続けられています。同じオーストラリアで飛行機のコクピットから直接火山灰を捉えようと小型の火山灰探知装置の開発が進められています。この装置も火山灰と普通の雲から出る赤外線の微妙な違いを利用して火山灰を見分けることができます。衛星とは違って比較的近距離で観測するため、これまでの実験で火山灰と普通の雲をほぼ確実に識別できることが確認されました。装置をジェット機に搭載できるよう、小型軽量化に向けた研究が続けられています。現在の構想では、普通の雲は白や灰色で表示して、コクピットから見えるイメージそのままを映し出す予定です。火山灰の場合はオレンジ色に映し出されます。これが実現すれば100キロ手前、ジェット機がその地点に行き着くおよそ10分前には火山灰を識別できることになります。すさまじい速さで極めて広い範囲に拡散する火山灰をどう捉えるか。ミクロの火山灰を捉える試みはまだ始まったばかりです。膨大な熱エネルギーを内部に蓄えた地球、その表面には大陸を縁取るように火山の列が連なっています。そして1年間に50前後の火山が大小の噴火を起こしているのです。中でも太平洋を輪のように取り巻く火山の帯には世界の半数以上の火山が集中し、ジェット機の航空路とも重なっています。ハイテク化が進むジェット旅客機、その生命線のジェットエンジンは生きている地球の証ともいえる巨大噴火の前でその脆さをさらけ出すことになりました。自然は今人間に新たな課題を突きつけています。噴火の始まりを境に激しく上下しています。気圧を大きく変化させるほどの凄まじさで、ピナツボの噴煙は上空へと突き上げていったことを物語っています。噴煙はちょうどこの時、フィリピンに上陸していた台風の雲を一気に突き抜けていました。雲の中で黒い円盤のように見えるのが
ピナツボ火山の噴煙です。しかし、西側に流れた噴煙の広がりは、このひまわりの画像では十分に見ることができません。そこで、アメリカの気象、噴煙の動きを再現しました。右上の数字は時刻を示しています。噴火は午前8時32分に始まり、噴煙はまず上空に向かって垂直に駆け上りました。わずか10分足らずで、高さ18キロの成層圏に達した後、水平方向に急速に広がりました。この時、噴煙の速さは時速250キロ、新幹線並みのスピードでした。成層圏に達した噴煙は、上空の強い偏西風で東に流され、噴火から10時間後の午後6時過ぎには、1000キロの彼方に達しました。平均時速100キロで拡散したことになります。観測データによれば、噴煙はわずか30秒で、3万フィートから8万フィートにまで上昇しました。このスピードは時速に直すとおよそ1800キロ、音速をはるかに超えるものです。アメリカ軍の観測によれば、ピナツボ火山の噴煙はセントヘレンズ火山の6倍から7倍のスピードで垂直に成層圏まで達した後、水平方向に広がりました。急激に上昇した噴煙の規模を示す特異な現象も観測されていました。噴火のたびに周辺の空気が吸い上げられ、その結果、気圧が急激に下がったとみられる現象です。その現象をアメリカ軍が観測していた気圧計が捉えていました。グラフは巨大噴火の火山灰が瞬く間に広範囲に到達するという事実が初めて明らかになったのは、1980年5月、アメリカ北西部のセントヘレンズ火山の噴火でした。この巨大噴火は当日の天気が良かったこともあって、地上や人工衛星から噴煙の動きがつぶさに観測されました。噴火の瞬間を捉えた映像です。山の北側斜面が突然崩壊し、巨大な噴煙が立ち上りました。様々な方向から連続的に撮られていた写真や衛星画像などのデータをもとに、そして火山灰が広がった高さは1万から1万5千メートル。ジェット機が通常飛行する巡航高度と同じ高さでした。巨大な噴煙と大規模な火砕流。ピナツボ火山の噴火のエネルギーは、セントヘレンズ火山の噴火を大きく上回るものでした。ピナツボ火山が吹き上げた噴煙のスピードは、火山のふもとにあったアメリカ軍の基地で詳細に観測されていました。